今日はですね、自宅裏の、リゾートカフェに来ております。ここもね、新しくできたところです。ビューはね、なかなかすごい綺麗なところで、何でもね、ひまわりを植えたということで、それをね、見に来ております。やっぱり、こちらはですね、こんな感じで下の方にですね、ひまわり畑を作ってるようですね。まあ、ロップリとかね、こっちの方はもうひまわり終わってますけども、ただまあ、こう見るとまあ、植える時期によっていつでもひまわりはタイでは見れるということですね、ある意味ね。まあ、今ここはだから少し時期をずらしてひまわり畑をやってるようですね。はい、まあ、これから徐々に増やしていくんじゃないですかね。ここはですね、今こんな感じで、一応あそこにですね、テントを張れるように、なってますね。で、中に、トイレがあってっていう感じですね。はい、こんな感じで、僕も購入した土地にこれ1個作りたいですね。テント張りたいな。いや、ビューはね、なかなかこんな感じでいいところなんですよ。ちょうどね、うちの家がね、あそこのすぐ見えるあそこの山の下ですので、まあ、バイクで5分ぐらいの場所なんですね。はい、こんな感じでひまわりが綺麗に咲いております。それでこちらにもね、リゾートを建ててますね。はい、ですからまあ、これから順次リゾートとしてオープンするんじゃないでしょうかね。はい、まあ、多分カオコよりは安いと思いますけども、いいね、フォトハイ。